ジョーカーに似てる。確かに似てる。うん。とにかく負けんな。私も全力でサポートする。なんか平気で平気で二股とかしてそう。二股どころじゃねえな。はい、皆さんこんにちは。ペルソナ3リロードクリア記念、ペルソナ5で鬼太郎と番長とチャレンジバトル戦ってみた。イエーイ、パフパフ。自分で言うスタイル。ということでね、この企画を考えたのはまあだいぶ前なんですけど、ようやくできます。いやー、なんかリロードやった後なのでちょっといろいろと思うところもあるんですけどね。え、番長も向こう向いちゃってよ、久しぶりだな2人とも。で、なんかレベルがね、レベル50と、まあ、クリアしたらなんかハテナハテナハテナってあるので、まあ50は普通に瞬殺できるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ一緒にちょっと戦っていきましょう。あー、しまった。いやね、リロードの時さ、×が決定ボタンなんよ。でもペルソナ5だと丸が決定ボタンだから間違えるんだよね。ごめんね。よし、じゃあ気を取り直していくぞ。うわー、来たろ。いや、なんかリロードの後にこれ初めて見た時にはすげえなんかグラフィック綺麗だなと思ったけど、リロードじゃねえや、ポータブルだ、ポータブル終わった後。リロードをやった後だとちょっとやっぱりね、ちょっと時代を感じるよね。あ、そっかそっか、スコアボーナスがあるんだよね。モルガナの攻撃時にスコアが4倍と。まあ一般スコアは気にせずやろっかな。はい。おお。うわっ、うわっ、ちゃんと BGM がベイベベイベになってる。この使い手をも超えられますか。ね、眠そう。あ、すごいコメントがある。なんか雰囲気がジョーカーに似てる。確かに似てる。うん。とにかく負けんな。私も全力でサポートする。なんか平気で二股とかしてそう。二股どころじゃねえな。よし、じゃあまあ多分本当にね、本当にすぐ倒せちゃうと思うので、ちょっと一旦どんな攻撃してくるのかちょっと見たいな。なのでマハスクンだとか、ちょっと一旦一周見てみよう。ずっと眠そうじゃん、ずっと眠そうじゃんこれ。ランダマイザーもやって、いいよ。わ、なんかスミレちゃんも久しぶりに見たな。ベイベベイベータラッタッタンタラッタッタン、うーやー。いや、テンション上がるね。いいよ。さあ、キタロウどんなことしてくんだろう。オルフェイス、オルフェイス使うんだね。お、かっこいい。うん、まあそうだよね。レベル50だもんね。ごめんね、ちょっとこれ倒した後が本番だと思うので、まあここはちょっとやっちゃおうかな。ということで、僕の生配信を見てた人だったらおなじみですけど、ダメージ当てクイズ。ブレイブザッパー、どれだけダメージが出るでしょうか。はい、みんな予想してね。シンキングタイム5秒です。チックタックチックタック、よかったらこの間に予想のコメントしてね。あと5秒待つから、チックタック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 、書いた書いた、いくよ。ブレイブザッパー、いけい。おお、でも硬くない。1528で6分の1ぐらい。あ、じゃあ全然どんどん攻撃していいな。これずっと眠そうじゃん。あ、ちゃんと弱点あるんだろ。すげえ、鬼太郎と明智が戦ってるの面白すぎるだろ。いいね。いいよ。総攻撃はできないね、さすがにね。いいね。なんかでも胸が痛いな。マハガルダイン、あ、アティスだ。すごいね、やっぱりワイルドの素養があるから、いろんなペルソナ使ってくるね。とかクリティカル率上げてるもんな。いいよ、2489。太郎が辛そうな顔してる。変えてと、勝利のこの
いいよ。いや楽しいな。あちょちょあちょあ、そっか、アーティストになってるからか。壊してやる。もう一発映画音でよし。あ、北郎で、あ、まあいっか。北郎で倒す、北郎でじゃねえや。いまだにちょっと主人公が俺北郎だと思ってる。違う違う、ジョーカーだ、ジョーカー。ジョーカーでとどめを刺すとポイントアップなんだよね。あ、ちょうどいいかもしんない。あ、苦しそう苦しそう。 GQ かっこいい。さあ次でとどめかな。うれ、あれ、あ、なるほど、これも無理か。ヘルソロかよ。サターダイル久しぶりに見た、かっこよ。これこれこれかっこいいんだよね。オッケー。うわ、ちょ、もう硬くない。え、普通に硬くない。よし、これでとどめかな。めちゃくちゃ残る。どういうこと、これなんか倒せるよね、これで。え、あ、そう、しまった。ちゃんと見てなかった。あ、タナトス、はい、かっこいい。さすがにこちら側が強すぎるしな。これで今度こそよっしゃ倒した。テンション上がるな、楽しすぎるな。フィニッシュ。そんな高いところから、まずまずの成果ですね。まずまずなんだね。上場といったところですね。ありがとうございます。ラベンツァ殿も久しぶりだな。こんな顔白かったっけ。あれ、こんな色白だったっけ。銀の月、うん、はい、よし。じゃあ今度は番長と戦おうかな。あ、フルムーンの新たな難易度が解禁された。あ、レベルはハテナハテナなんだ。教えてくれないんだ。じゃあこのフォギーデイ、これは霧の街っていうこと、霧の日か、霧の日。フルムーンは満月だね。いや、番長かっこいいな。ペルソナ4もリメイクいつか出るだろうね。ペルソナ3リロードが大成功を収めてるからな。はい、うわー、いいなー。BGM ラウンド1、ちゃんとメガネかけてるね。メガネ食い。コメント一緒。とにかく負けな。はい、私も全力でサポートする。まあな、ワイルドの素養でいろんなペルソナをね従えることができるっていう副作用で、いろんな女性を落とす能力がね、まあ、副作用みたいなもんだからな、あれな、仕方ない。よし、じゃあまあ発想飛びやっとくか。ちょこちょこ形状されていく。ペルソナ4遊びたくなってくる、これ。これやばいな。いや、ペルソナ4はね、まあ、3と5はどっちも2周遊んだけど、ボーは一度しかやってないからな。うわ、いただき久しぶり。ブロック、ブレイブザッパー、なんか、おお、クリティカル。今度発想飛び。やっぱりレベル50くらいだったらね、そんな強くないよね。だいぶこれでも HP あるけど、まあ、ハーカルタインダウン、オッケー。なんか胸が痛いな。みんな好きだからな、レーバテイン。いいよ。でもこんな感じで倒したところで、
多分難易度がね、もう一つのバージョンだとめちゃくちゃ苦戦するんだろうな。終わるわけには。光竜。お、光竜か。どこ狙ってる。鳳凰だね。俺だけ楽しいんだね、これ。大丈夫、みんな楽しいかな、これ見てて。俺はすごく楽しいよ。もう BGM が良すぎてさ、ノリノリで戦えるってのがいいよね。モルガナが華麗に避けてるのが申し訳ないな。モルガナとクマの会話とか聞いてみたい。倒した、あっさり。ごめんね番長、またいつかリメイクの時遊ぶから。フィニッシュ。跳躍力。なんでラベンザがなんかドヤ顔で映るの。今思ったけど、もうせめて鬼太郎と番長だろ、ここ。なんか私がすべてね導きましたみたいな顔で降りてくるけどさ。上場といったところですね。 ありがとうございます。銀の霧。よし、じゃあどうしましょうか。難易度別バージョンでやるか。勝てるかな。うん、フォギーデイの新たな難易度。じゃあこっちから行く。これはマジで難しそうだな。挑戦する。はい、よし、ラウンド1。この使い手をも超えられますか。眠そう、余裕ぶっこきやがって。まあでもそっか、これあれか、まあ、もちろんこの動画を見ている人でペルソナ3の結末を知らないって人はあんまりいないんじゃないかなと思うんですけど、もしいたらちょっとスキップ30秒ぐらいしてほしいけど、一番最後目を閉じて眠ったもんね、だろうね。だからなんか無理やり起こされて眠いのかな。そういうことかな、そういう演出な気がしてきた。うん、さあどれぐらいダメージ入る。減ってる。え、なんか死ぬほど硬くない。え、硬すぎないこれ。キタロウじゃねえや、ジョーカーが生きてるの面白いな。大炎上。もうこの時点で技のレベルが上がってる。マハラギオンだったのに、さっきは。あ、でもこんなもんか。2回攻撃、あ、してこない。あ、これはいけるわ。いけるいける。あ、勝てる勝てる。なんだろう、ラベンザが強すぎるんだよ。本当に未だに勝てねえからだ、あれ。運の要素多すぎるだろ。なんだ、義経のパラメーター全部99にしたのに運要素が絡むってどんな難易度だ、本当に。あ、しかもちゃんと弱点あるんだ。え、これ勝てそうじゃない普通に。これなんか普通に勝てそうだわ。ぴょん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 飛んでるのかわいい。ブレイブステップもやっておいて、いいよ。うん、そうだね。全ての技が1段階上がってはいるけど、とはいえのダメージでしょ多分。ああ、勝てる勝てる。よし、じゃあちょっと頑張ってきます。あ、鬼太郎がなんか辛そうな顔してると胸が痛いな。シンプル、シンプル胸が痛い。メサイヤ。ちょ、これちょっと本気なんじゃないの、これ。大丈夫。おーおー、あ、まあまあこれは危ないな。まあ、メサイヤ使ってくるんだ。それは完全に予想外だったわ。え、ってことは番長もあのペルソナ使ってくんのかな。
よし、じゃあ多分これでとどめかな。結構苦労するかなと思ったけど、意外と倒せるな。でもなんか本当にリロードクリアした直後だからさ、倒しづらいよね。俺だって未だにちょっと操作してるのが鬼太郎側かなってちょっと思っちゃうもん。いやでも本当に感動のエンディングだったな。鬼太郎、9月のエピソードアイギス、まあ、鬼太郎が出るのかどうか分かんないけど、またその時に会いましょう。オッケー、撃破ちょい残し。今カッコつけたのに。あ、しかもあ、グダグダブロックされてる。映画ワン明智も久しぶりだな。よし、今度こそ本当に、まあ、先輩ですからね、ジョーカーから見たらね。先輩お疲れ様でした、ありがとうございました。あれ、何ちょっと残った、何これ、え、これ倒せないの、え、どういうこと。ああ倒した、 何だったの今の。全然 HP 減らなかったぞ。いやー鬼太郎ありがとね。フィニッシュ、来るぞラベンサの。なぜラベンサのドアップ。いつも思うけど。あー楽しい、楽しすぎるわ。よし、じゃあ番長の最後の戦いか。これさ、これクリアしたらさ、鬼太郎と番長なんか二人がかりでもいいよね、全然ね。あーでも知るか、それはさすがに。こいつらもう節操ないから、いきなりメギドラゴン連発とかしてくるでしょ。じゃあ挑戦と。番長久しぶりに見たけどイケメンだな、かっこいいよね。双葉は言わないんだ、2回目は。よし、まあこれごめんね、ちょっと見てる人さ、だいぶつまんないと思うんだよ。多分みんなつまんないだろうなっていう自覚はあるんだけど、俺が楽しいからさ、戦ってるとこちょっとダラダラと映すわ。ごめんね。マハガルダイン、やっぱ硬いね。あ、もうランダマイザー、あれヒートライザーってハルちゃんだっけ。ハルちゃんまでいればね、もっと良かったんだけどね。お、イザナギ。だから多分マガツイザナギも出してくるんじゃないかな、メギドラゴン出すときね。お、いいよ。めちゃくちゃ削っていく。ダメだ、義経がシンプル強すぎる。いやチートだよなマジで。お、しかも弱点、いいよ。いいよ、まあ難易度もチャレンジだからさ、やっぱり弱点とかついた時はダメージ量が跳ね上がるよね。まだ終わるわけには。交流ブレインバスター、ちょ、マガツイザナギを見たいんだけど。どんどん削っていく。えぐいダメージを出てんだけど。行動を託して、交流だから映画音弱点入んないって。ああ、違うか、メギドラウンでいいや。ペルソナ4遊びたくなってきたな。いや俺さ、まあやっぱりね、どの作品が一番好きかみたいなね、いろんな人の好みがあると思うんですけど、俺話の内容だけだったら4が一番好きかもしんないな。やっぱりみんな仲いいじゃん。あの笑いが絶えないアットホームな職場じゃん。
ジュネスとかもね好きだしさ、これでどうですか。ペルソナ4もう一回遊びたいな、ま、だ。さあマガツイイザナギ出して、おカズヤ、あちょっと VP やばいやばい、あ違う、あ、ブロックブロック、いただいていく、みんな元気かな、ちょ倒しちゃう、ちょねえ、イザナギ出してよねえ、マガツイ、ちょマガツイイザナギ待ちをやります倒しません、マガツイイザナギを出すまで俺は倒しません、ま、さあ来い来い使え、なんでえ出さないの、ピタロメサイヤ出したのにさ、マガツイザナギ出さないの、このままだとまずいな、ちょナメプナメプしてない先輩後輩相手だからってさ、いいよ出してきてよ、普通に攻撃してきた、とうとうちょっとペルソナすら出さないねえ、ちょっともうちょえもうラストだからね番長、次絶対出してね、次出さなかったら俺もう倒しちゃうからねさあ来い、こあ来た来た来た、かっこよ、あでもマガツじゃねえなマガツイザナギではないな、しかもなんかブロックしちゃったしあれなんだっけ、あれマガツイザナギじゃないよねあれで、てか、ま、マガツイザナギはそもそもあの人が出す、あれちょっと忘れちゃったなあーじゃあとどめ刺すか、 OK 発想飛び、ありがとうございました番長も、あフィニッシュ、ラベンサのドヤ顔と、なるほど、これなんか普通に7ターン以内とか頑張れば倒せそうだったな、というわけで楽しかったねあっという間だったね、あそうだあれだ、最後のあの白いやつ、イザナギ王の神か、そうだ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 、あれ DLC でもらえるやつだっけ、いやー楽しかったな、そして、まあ、僕ねこのペルソナ特に5からペルソナの世界に触れて1,2,3,4 いろんなナンバリングタイトルであったりとかね、スクランブルとかダンシングとかいろいろやってきましたけども、一旦ペルソナの実況はこれでしばらくお休みかなと思います、今後はね、てか次回からは女神転生5の、実況であったり、あでもまあそっか、9月にペルソナ3リロードの、エピソードアイギス、うん、の実況がやるから、まあ、それはあるね、それが終わったらアトラスさんがストーリー配信 OK だよっていう禁止区間を解禁していただけるまではしばらくちょっとペルソナから離れますけども、まあメタファーであったりとか、あと他にもね、ちょっとこれからはいろんなゲームも遊んでいこうかなと思っておりますので、引き続き当チャンネルをよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。イゴルさん、イゴルさん、ちょ、最後にみんなで3人で、3人で一緒にいようぜ。それでは、バイバーイ。